こんにちは、ゼロからギターへようこそ。この動画は全くの初心者から始めてギターを弾けるようになりたい、弾いてはギターを弾きながら歌を歌えるようになりたいって方に向けたギター全般の YouTube 投稿番組でございます。はい、今回はどんなことをやらせていただくかと言いますと、僕は前回ゼロからギターその222でやらせていただきました。こっちの方に、あっちの方にあります、Zoom の HD16 という、録音機材に僕が、弾いたギターのアルペジオですとか、ベースですとか、リードギターですとか、まあドラムはプログラムで打ち込んで、作ったんですけど、それをバックに弾き語りをやらせていただいたんですけど、その、使いましたバックを今度は皆さんに使っていただいて、僕のボーカルの音は絞って、あと僕のギターの音も絞って、ドラムとベースとアルペジオとリードギターが入ってる音をバックに、今回、超詳しい弾き方をやりますんで、それに合わせて皆さんが今度歌ってみてください。はい、そういうことをやってみたいと思います。それでは超詳しい弾き方に入る前に、いつものように、弾き方のポイントをいくつかご紹介します。前回まあ、ちょっと前になりますけども、村下幸三さんの踊り子のバラード調のやつをやったとき、かなりゆっくりだったんですけど、もっと遅くしましたよ、これ。この名残雪は、テンポ48でやりました。こんな歌僕聞いたことないんですけど。まあこれに合わせてですね、ストロークの弾き方なんですけども、まあ僕は例によってこのちっこいピックでこういうふうに持ちまして、こういうふうに弾きますけども、基本あまりにもゆっくりすぎてそういうふうに弾けてないんですけども、イメージとしてはこの弾き方です。今 D コードを押さえております。はい。じゃんじゃんじゃんじゃがじゃんじゃんじゃんじゃがじゃんじゃんじゃんじゃがじゃんです。これをテンポ48に合わせてちょっと弾いてみました。ちょっと眠くなりそうです。と実際僕は弾いてますですけど、イメージは頭に置くのはジャンジャンジャンジャガジャンジャンジャンジャガなんですけども、あまりにも遅いんで、というふうな感じで弾いております。まあ非常に曖昧というかルーズというかいうふうな感じですございます。それでジャンジャンジャンジャガジャンジャンジャンジャガっていうイメージじゃなくて、最初の一発目は優しくこうこんな感じで、
弾くと弾きやすいと思います。こうやって弾いちゃうとどうしても走ってっちゃいますから、どん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 速くなってっちゃいますんで、ですからベロンバンダンザンバンベゲベロンバンバンバンザンズゲチョンチャーチャーチャンチェケチャプシャーベロみたいなイメージで弾いてみてください。で次に二つ目のポイントなんですが、ブレイクポイントがいくつかありまして、まず最初の前奏の4小節目のところなんですが、Em7 でここだけ押さえるやつですね。で次に、A7 に行くんですけども、じゃっちゃーちゃーというところですね。そこをやってみますが、と弾くんですけども、例によってここで弾いて止めます。ミュートしてじゃじゃじゃ、もう一回いきます。Em7 から A7 にコードが移ります。そしてここで弾いてからすぐザッと押さえる。もう一回ゆっくりいってみましょう。というブレイクポイントがあります。そして歌が入りましてから8小節目のところに、じゃんじゃんじゃんじゃがじゃ、つぶやくざ、 D マイナーから D マイナー、あ、 D マイナーじゃごめんなさい、 D コードをから A コードに移るんですけども、じゃなくてここでミュートします。君がつぶやく ところがあります、こういったブレイクポイントがありますが、あとはそんな難しくないです、ね、この一番難しいのはこのテンポです。じゃんじゃんがじゃんじゃんぐじゃん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 、ポイントはまあこんなとこじゃないでしょうかね。はい、それでは、今やりました多少のポイントを踏まえながら、超詳しい弾き方に行くんですけども、今回は、まあ前回僕が使いましたそのバック演奏を、元に僕のボーカル、まあ声とあとバッキングの音はもう本当に小さくして、それでベース、ドラム、アコースティックギターのアルペジオ、そしてリードギターかな、それを前に出して、まあコードもいつものようにやりますが、この辺に出しておきますけども、それを元に、歌詞は申し訳ないんですけど、ここに出せないんですよ。著作権の問題とかいろいろありまして、
はい。ですから歌詞は、どっかで探してください。コードは出しておきますので。はい。で、前回僕が、使った音ですから、それに合わせて僕も弾きますんで、映像と音が多少ずれてるかもしれません。はい。っていうか多分ずれます。んで、ずれますんで、コードと、そのバックの音ですね。はい。音を頼りに歌詞をどっかから引っ張り出してきて、インターネットに載ってるじゃないですか。はい。それをこの辺に置きながらこうやってやるか、この動画を見ていただいて、歌詞の上にコードを自分で乗っけてって、で、僕が、出してる音をスマホかパソコンでちょっとボリュームを大きくして、で、それをバックに皆さんが、歌ってみてください。そんなことを今回やってみたいと思います。それでは、バラード調の、名残雪、超詳しいギターの弾き方。やってみよう。
バック演奏のある、それをバックに弾き語りもできる、超詳しい名残雪のギターの弾き方でございました。はい、弾き方というか、まあそれをバックに歌っていただくみたいなのも、兼ね備えております。いかがでございましたでしょうか。はい、テンポですよ、テンポ。はい、48って何なんだろうってゆっくりすぎてもう本当にどん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 走っていっちゃいそうですが、まあ超ゆっくりやってみてはいかがでございましょうか。はい、名残雪でございました。この動画を初めてご視聴くださいました方々は、はい、当然のごとくチャンネル登録はまだお済みでないと思いますので、ぜひともこれを機会にチャンネル登録をポチッと押しておいていただいて、でその脇にその脇にじゃなくてその脇にベルのマークが出てきますので、それも鳴るように、ポチョッと押していってください。そうしましたら僕はまたこんな動画をアップしました時にミスタートーさんが変な動画をアップしましたよみたいな、変なとは言わないですけど動画をアップしましたよというお知らせが YouTube の方から参りますので、一つよろしくお願いします。チャンネルボタンポチです。それと合わせてグッドボタンもよろしくお願いします。では今回はこの辺で終わりにさせていただきます。じゃあまた見てね。